白衣の女は、イギリスのビクトリア朝のウィルキー・コリンズの長編推理、小説、恋愛小説。1859年から、ディケンズの雑誌オールザイヤーラウンドに連載。1860年出版。発表と同時に、大ブームを巻き起こす。書店に行列ができ、時の増をグラッドストームは、友人とのオペラ鑑賞をすっぽかしてまで読みふけったという。 美術教師ハートライトとその生徒ハルコムの視点から語られる全身白い衣服に身をまとった女の話。T.S. エリオットは本作品は最高の人間描写を含んでいると激賞した。青年画家ウォルター・ハートライトがリメリジュ家の家庭教師をすることになった。就職前夜彼は荒野を行く途中白衣の女に呼び止められた。額の青い美女は ロンドン街道まで案内してほしいと頼んだ。彼女は彼の就職先に詳しいし、ハンプシャーの順断者を恐れていた。彼女の立ち去り際に彼女が精神病院脱走者であることを知って彼は驚愕した。これが作品の出だしである。この作品の中心は白衣の女アンキャサリックトリイメージュ家の女性相続人、ローラ・フェアリーとの2ニ,ニである。ローラは婚約通り、 ハンプシャーの順断尺、サー・アッパー・シュバルと結婚したが、彼は、ローラの財産を入手するべく、ローラを、アンの元入院先の病院に入れ、アンが死ぬやその遺体を、ローラの遺体として埋葬した。しかし陰謀は、ハートライトと彼女の姉マリアンにより暴露され、ハートライトとローラは結婚したのであった。この作品は何度も映画化、ドラマ化されている。ありがとうございます。